正面から撃って勝てるの？毒？え？え？おやじ！おお、ちょ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 、なになになに？指切られた？うわ、マジか！あ、これ…はい、どうも、アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、薬屋の独り言第23話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました薬屋ですね。はい、というわけでまあやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第23話最終話一歩手前というわけではあるんですけれども、多分まあラカンとマオマオちゃんの掘り下げが続いていくんじゃないかというところで、まあかなりね後期はやっぱりラカンとマオマオだったり、マオマオの出世の秘密だったり、そこら辺にフォーカスが当たっているところではありますので、そこら辺がどういう風に描写されるのか、もう今回ついにラカンとマオマオが正面から戦っていくみたいな形になってる。まあラカンの無理難題を受けたジーン様で、それを解決したマオマオ、そしてそのマオマオがなんかラカンに仕返しをするんじゃないのみたいなところだったので、今回またどうなっていくのか楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。トゥトゥル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 。さあ行きましょう、薬屋の独り言。てれ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 。お知らず。さあ、青い装備。まあなんか爪が羅漢にうんぬんかんぬんっていう話だったけど、どうなんでしょうね。なんか五かなんか打ってた気がするんだけど、前回の自覚、あ、この爪で、あ、結構大事。あ、五を打つ時の爪が美しかったんだよみたいな感じかな。行きましょう。薬屋はまだ原作ストックがあるらしいので、僕はちょっと安心して見れている。最終回と最終回一歩手前だけど、こんだけ面白くて人気ならやるでしょ、ニキも。さあでもとりあえずマオマオだ。さあメイメイ姉ちゃん、フォンシェン歌ってる。お母さん、あの子はいずこと泣いている。相談役と使える。わお、娘と子がすごい喜んでる。わお、はっきり言ったね。軍技。わお、おお、マジ、おお、ぶちかましだな。でも正面から撃って勝てるの？わお。なんか、うん。お？誰だ？あ、ん？うん。二つ。酒？なんだ？なんか入れる？
うん。え？ああ。え？外れたら死ぬんじゃない？うん。何を企んでる？脅し？なんか、感化してそうだよね。感化というか、感化してそう。まあまあの狙いとかは。わあ、なんか楽しんでるなあ。まあ余裕だろうな、多分。2回飲んじゃったけど、シャンチ、何？2杯、ラカンが楽しそうなんだけど。3杯目引いたらやばくない？ねえ。猛毒。耐性あるにしろ。え？お？手抜いてる？選ばないんだ。うん。でも、そうね、バレる。そうか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 、2回負けて様子見るんだ。味の違いを見る。一回でも弾ければ問題ないわけだもんね。わお。わかんないよ、でも、蒸留酒が。ああ。これ以上、でもなんか楽しみたいから負けそう、もう一回。暑い。あ、アルコールに弱いんだ。ん？毒？え？え？お、あ、ちょちょちょ。ん？ちょちょ、え？あ、こ、死んではないよね。薬。ああ、急性。弱いんだ。あはははは、あんなのは。ああ。下戸稽古なんだ。あ、あれ。ジュースなわけね。ワインか何かかと思ったわ。ああ。あ、もっときつめに入れた？
まあまあまあ、とりあえず不先輩放棄だからか。なるほど。あ、あら、相棒室に。わあ、あー、なるほど。後継ぎの息子がって感じなのかな。お、ローメン。ごめん、字幕見てるから。字幕見てるから。おー、親父。おー、ちょ。ああ、変に見える。え？うん。おじきがローメン？あ、すいません、近所で地球破壊してる。うん。はい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 。え？あ、うん。失礼。ああ、そこで出会うんだ。わ、顔が見えない。本心、お母さんだね。の中の買わず。押されてる？負けた？あ？中押し？負けた？ああ、顔に見える。自分を任す人しか認識できてないような感じ。すごい綺麗ってか、ちょっと。はあ。シャンチ。ああ、なるほど。うん。疲労で生まれたんだ。うん。母と呼べないってことか。売り惜しみ、値段が釣り上がるってこと？うん。あ、で、価格の釣り上げ同士が行われて、ああ。片髪。あ、爪。うん。へえ。あら。あら。やばいな。絵になりすぎる。みつき。あー、かなり、本線からしても、羅漢のことは、うん。ああ、買えるよ、そういう値段ではないのか。
あ、だから？あ、でもお互い惹かれ合ってはいるんだな。あ、メイメイ。この頃から、あー、オッケー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 。結局、なるほどね。で、フォンシェンの代わりにメイメイがこの相手をしたりしてるわけだ。ラカンが来た時は。あら、そうか。歌ってる？泣いている？そのフォンシェンがなんであんなになっちゃったんだろう。うん、失脚したローメンだよね。あー、だから取り違えのあれだ。留学、留学ではなく遊学、なんだろう。うん、うーん、わお、うん、離れてしまった。もう手つきになったからあれになってしまう。いやー、3年本線からめっちゃ来てる。血だ。え、何？なんか汚れてない？え、え、指？え、指じゃないよね。二つ？マジかよ。ちょ、何何何、指切られた？呪い？え？もういない！やり手ババア。ああ、あの段階でもう子供ができちゃったんだ。うわ、マジか。あ、これ。も、
そういうことか。副将官に運び込んで。メイメイ、まあ顔は見えてない。見受けさせるって、うん、見受けはメイ姉ちゃんを見受けさせるのかな。記憶がちょっとおぼろげ。お？薬？まあまあの薬。喜んでる。なんかちょっとやっぱ親子だね。なんかちょっと変わってる感じが、あの感じ。さあ装備。枯れたとしても形を保る。本線。でも見受けとかそういう状況なの？本線の状況は。そこなんだよな、気になってるのは。見受けしてほしい、議場。え、終わり？え、早くね？え、冗談きついんだけど。うわ、ラカンはラカンで、ちょっと、あ、なんかタイミングがな。誘惑がなければ、見受けできた可能性があるわけだもんね、多分ね。だからもっと早く気づいて、でもどっちかだよね、だから、やってしまっ、なんなんだろう、なんか価値を下げたんですし、ん？強引な手段に出ましてねみたいなこと言ってるけど、なんか自分を悪者にしてるのかな、あれは。多分そうだよね。相当な後悔だよな、フォンシェンを。なんかいろんな感情が渦巻いてるからさ、こうなのかな、こうなのかな、こうなのかなって思うところがいっぱいあるけど、多分全部正しいんだよな。見受けすればよかったのかなって思ってるのかなとも思うけど、多分それもあるし、手を出さなければ、フォンシェンは綺麗なままで入れたっていうか、高潔なままで入れたのかなみたいな、ああいう呪いに手を出さなくて済んだのかなみたいな風にも思えた。その罪悪感もそうだし、だからこそ自分を悪者にすることで、ねえ、保ってるのかなっていうのも多分正しいしっていうところで、その感情の整理をどう蹴りつけてあげるのかっていうのが非常に難しいところでもあるな。さあ、あ、何？総集編みたいになってるけど。あ、総集編？あ、人死とも。ここまでの。ああ、でも、あ、でもなんかあの、あれにもつながる。はい、というわけで見終わったわけなんだけど、いや、いろんな感情が渦巻いてるな。あー、なんか、ラカンかわいそうだなーとも思うし、気づいてあげられれば、ラカンなら間違いなく気づけたのに気づけなかったっていうさ、浮かれていたのか、なんか本当になんかね、なんか二人とも恋愛をしてたというか、純愛だったからこそ、なんかこう、純愛だったっていうか、なんていうか、ねえ、なんかこう、こういうのってなんていうの？このなんか切ない遠距離恋愛じゃないけどさ、こうなんかすれ違ってるようでお互い通じ合ってるようなみたいな関係性？それだったからこそ、ちょっと遠距離すぎて伝わりきらなかったっていうところ、多分なんとなく、いや、なんか、いや、動き？どうなんだろうな、これは。でもなんかさ、
一番悔しいのはさ、やっぱり世の中でさ、いろいろ悔しいことはあるけどさ、何が一番悔しかったってさ、いくらでも手はあったのに、それをせず大切なものを失ってしまうっていうことだと思うんですよ。人生においても何においても、それだよね。多分もう最初の時点でフォンシェンの何状況というものに気づいていれば、割とマジで打つ手はいくらでもあったんじゃないかな。それこそ身請けをしてあげるっていうことも、多分だって価値が落ちるわけでしょ。で、誰もなんかあれにならない限り誰も欲しがらないっていうことだろうと思うからね。やっぱり誰の子かわからない、こう身ごもっている議場って多分誰も買いたいと思わないだろうからね。だからラカンしかやっぱり買うべき相手というか、買える相手は存在しなかったのに、そのチャンスを逃したがゆえに、まあ多分客をもう、やっぱり多分価値が落ちたからこそ、もう誰かで構わずに客を取りまくって病気をもらってしまったりなんだったりで心が壊れてしまった。いや、これはね、気づけたよなぁと思うけど、でもやっぱりこう直球のさ、なんか愛情表現的なものがずっとこう言葉とかで交わされてなかったからこそ、やっぱり汲み取れないわけですよね。いつまでも高嶺の花だなと思っていたからこそ、やっぱりラカン的には気づくことができなかったわけですよ。やっぱりそういうイメージができなかったわけでしょ。フォンシェンが自分と一緒にみたいな、そういうイメージができなかったわけですよ。どんどん値段が釣り上がっていて、所詮は私はやっぱりイボ兄弟にやっぱり家を取られてしまって、特にやっぱり手を出すだったりだとか口を出す権利も何もない、ただのやっぱり軍師ですよみたいな、やっぱり言ってしまうとやっぱり盤の外にいるような存在だと思うから、やっぱり なんて言ったらいいんだろう、盤の外って言ったらいいのかな。やっぱりなんかこう世間とは外れた人間だな、周りの人たちとは自分は違うんだなって思いながら生きてきた人間だからこそ、やっぱりフォンシェンのことを認識できていても、やっぱりこの世界の一員としてフォンシェンと一緒になる、なんか一つになるみたいな、やっぱりこうフォンシェンを見受けして、やっぱり家庭を築くみたいな想像ができなかったんだろうね。いやー、そこだよな。だからそういう経験が今までなかったからこそなんだよ。あったらね、多分感じることはできたわけだよ。やっぱりね、周りがシャンチーの駒だったりね、5番の駒にしか見えなかった、碁石にしか見えなかったラカンと違って、フォンシェンは周りの人を人として認識できていたからこそ、多分そこら辺ですれ違っちゃったんだろうね。ラカンやっちまったな。で、そのやっぱりそれをやっぱり自己正当化じゃないけど、俺はこうしたくてやったんだよ、そんな風に思うために、私はちょっと強引な手段に出ましてねみたいな、ちょっと自分を悪者に見せてしまうっていう、なんか自罰的な感じになっているところとか、いやー、ラカンはちょっと、なんか なんて言ったらいいんだろうな、なんか自分を過小評価と言ったらまた違うけど、なんかさ、マオマオもさ、めちゃくちゃ線引きをするタイプの人間じゃん。なんかこれはこうだから、あれはこうだからみたいな、それとそれがかなり極端に出てるのがラカンな感じはするんだよな。だからこれも親譲りなのかなとか思っちゃったりする。なんかでもだってそう思ってるからなんでしょ。未だにだってフォンシェンを見受けしてないってことでしょ。まあ見受けできないのかもしれない、そういう状況じゃないのかもしれないけど、なんかきついなー。でもまあまあ、やり手ババアのあの感じとかを見ても、でも多分やり手ババア的にもあの感じだと相当なんかラカンに対してというか、フォンシェンに対しても思い入れはあったんだろうな。なんで捨てたんだみたいな感じだもんね、あれね。お前なんであそこまでして見受けしないんだよみたいな、なんかフォンシェンがなんか男として認めたような存在なのに、勝手にどっか行って、お前フォンシェンどうなったか分かってんのみたいな。です、もういやー、なんか噛み合わねー、せつなー、ナナチになっちゃった。なんかラカンはね、本当に食わせ者なやべえやつというか、どっちかっていうとやっぱりなんか卑劣な男なのかなって思ったけど、こじらせてるだけだな。こじらせてるだけだな。なんか卑劣じゃないわ、正直。なんか卑劣なやばいやつなのかなみたいな、欲しいもの全部手にしちゃうよみたいな感じのタイプかと思ったら、そうじゃないね。欲しいものが手に入らない、そういう性質の人間だな、これは。あの、そういう星の元に生まれてる可能性がある。欲しいと思ったものはどんどん手からこぼれていく、悲しい。そういうタイプだと思います。多分ね、
悲しいね。多分これから多分マオマオがラカンの元に行くことはないんだろうなって思っちゃう。なんか今回の話を見て、ラカンは多分なんかどうでもいいことに関してはうまく立ち回れるのに、やりたいことに関しては全くうまく立ち回れない悲しい存在なんじゃないかっていう同情が湧き出ました。はい、というわけで、いつかラカンとマオマオが幸せになれる時をお待ちしております。マオマオがラカンのことをお父さんと呼べることがあるといいね。ちょっと、ラカン、でもこれはね、笑ってるけど、笑うしかないくらい、ラカンがやるせない、本当に。なんか、彼の気持ちになることはできないけど、彼みたいに、だって飛び抜けた才能を持っているわけでもないから、世界から外れるほどの才覚を持ってしまっているわけじゃん、ある種。だと思うから、登場はできないけど、本当に頑張ってほしいなって思う。なんか、だから彼の気持ちになれないからさ、やっぱり、もう本当に常人とは違う道を行き続けてきてるからさ、わかるよって言っても、ただ言葉だけになっちゃうからさ、いやー、切ねえ、マジで。なんか、でも、めちゃめちゃ好きになった。こんな風になんか、ダメなんだ、彼は絶対うまくいかない人種だ、みたいな。そういう星の元に生まれてるんだ、みたいな。なんか、本当に笑っちゃってるけど、なんか彼はそういう人間なんだ、みたいな。多分、やりたいことに関してはうまくいかない、そういうタイプの人間なんだ、みたいな。笑っちゃってはいるけど、本当に好きになった。なんか、一番人間臭いかもしれない。なんか、そういう不運な感じというか、泥臭い感じというかね。頑張ってほしい。はい。というわけで、とりあえず今回は、どうなんだろうね。みゆきはどっちなんだろうね。本心っぽいけど、でも本心を見受けする機会を与えたいって感じなんだよね。なんか、メイメイじゃないよね、多分ね。どうなんだろう。絶妙なところではありますけれども、ちょっと次回どうなっていくのか楽しみにしていこうと思います。以上、薬屋の独り言でした。めちゃめちゃ喋っちゃった。はい。というわけで、はい。バイバイ。23でした。はい。